どうも、かげやんです。今日は2021年5月17日月曜日、月曜日の朝、ちょっと曇っております。ちょっと梅雨空ということになるんですかね。なんか結構蒸し暑いですね。ちょっとこう暑さが出てきてます。蒸し暑さが出てきてるんで、これからこう、まあ梅雨に入っていってですね、これから梅雨、梅雨入って、梅雨が明けてむちゃくちゃ暑くなりそうな感じもちょっとこうしますね。ということで、まず唐辛子、しっかりこう、育っていってるんだろうなという感じはしております。まあ立派なこう葉っぱができてるんでね、いいかなと思います。そしてですね、こちらがキュウリになります。キュウリですけども、この辺あんまり変わってないですかね。その辺の変化がないということで、こちらはナスですね。ナスはこう花が咲いてるんですね。花が咲いてる、こっからね、しっかりこうナスが出来上がっていくんかなというふうなことで楽しみにしております。そしてこちらは、こちらはまあ葉っぱはこう立派に育ってるんです。これでいいかなと。こっちが、こっちのキュウリはね、かなりこう期待できるかなという感じはしております。これはだから、JA のねとこで売っていた、キュウリの苗なんです。だからなかなかこう立派な感じで、これはもう葉っぱがこうどういうんですかね、みずみずしいというか、そういう感じもするんでですね、期待をします。ということで、今日はちょっと雨なんですか、よくわかんないですけど、生暖かいね、空気で、ちょっとこうこれからちょっと夏に向かっていくなというのを感じさせる朝ですね。ということで、月曜日です。張り切っていきましょう。どうもありがとうございます。